それはもし傍観者があったのならさぞかし奇妙な白日夢を見るような光景だったに相違ありません。一人の男が同じ服装をした同じ体つきの顔まで全く同じ一人の男を締め殺してしまったのですから。天崎様、俺はお前だ。昨日までは兄の妻であり今や私の妻である女、そして何という幸運でしょう。妻は私を少しも悟らなかったのです。妻に手を出したのか。怖いのよ。お前の親父とおふくろに何か思い出したんだね。殺されたんだよ。それ君は何なんだ。おめえはな、本当は俺の子なんかじゃねえんだよ。人殺しだ、人殺し、人殺し、人殺しやろ。今始まるきらびやかなる悪夢の宴。そうだよ、結局私を裏切ったんだよ、あんたのこと。ソーセージ。